みなさんこんにちは、田中エミリです。本日は東武百貨店船橋店にて2019年3月14日から27日開催の第58回春の北海道物産展からのお知らせです。船橋東武では期間限定で6階イベントプラザにてご当地グルメの物産展示即売会を開催しています。第58回目を迎える2019年3月は北海道、新鮮な海産物をはじめスイーツや冷凍品など様々な商品を実演を兼ねて展示即売。中でも人気なのはお食事どころ。毎回選び抜かれたトップクラスの人気店が出店します。今回はなんと札幌市麺匠赤松鮭節ラーメン。メニューは和国鮭だし醤油、和国鮭だし味噌、和国鮭だし塩、鮭だし網走黒しじみ単色醤油。その中で和国鮭だし塩をいただいてみました。札幌市清田区美しが丘国道36号と羊が丘通りを結ぶ厚別中央通り沿いに立つ麺匠赤松。店舗には車椅子用のスロープや多目的に利用できる個室も完備。店主赤松俊博さんはラーメンは大衆の食べ物であるからこそどんな方にも気軽に味わってほしい、これがこの店をオープンする際の一番大きな思いでした。お店では出入り口用のスロープはもちろん、トイレ、通路、テーブルの配置もゆったりとした広さを確保しています。また体の不自由な方や障害をお持ちの方が人目を気にせずゆったりと食事ができるよう個室の多目的ルームを用意するなど、誰もが楽しく美味しくラーメンを召し上がっていただける空間を目指しました。またラーメン屋だから食べたらすぐ帰らなくちゃ、そんなことはありません。どうぞお友達とご家族とゆっくりおしゃべりを楽しんでいってください。ラーメンを楽しむだけでなく、この店、空間そのものを皆様の発信の場として活用していただけることを願っています。というこわもてな見た目からは意外な優しく広い心を持った店主さん。スポーツトレーナーの資格を持っていたり、前職は真面目な営業マンだったり、回転寿司に行くと30皿食べる大食いだったり、とにかく多種多芸。そんな人間がこの年になっていきなりラーメン業界に飛び込むことになりました。ラーメンはさておき、何よりお客様が誤解されるのはこのこわもて。マスター怒ってる？私もしかしてガンつけられてる？なんて思われますが、全然違います。大概ラーメン作るので精一杯だったり、考え事してたり、何かにかなりビビってたりします。俺怖くなんてないです。笑顔はとっても可愛いんです。だからお店に遊びに来たら勇気を出して話しかけてみてください。お待ちしております。となかなか可愛らしい方なんですね。さてさて、ラーメンのお味はというと、出汁は鮭ということで、これぞ北海産の味。塩ラーメンを選んだことでその出汁のコクが鮮明に味わえ、さっぱりした中にも良質な油を含んだ深い風味を感じました。トッピングの鮭フレークの肉厚がすごい。チャーシュー、メンマ、ネギとどれも文句なしの絶品です。そして麺のコシの強さには圧巻。これは一気にすすり込んでしまいたいところですが、ぜひ噛み応えも試しつつ召し上がってみてください。スープの旨味とともに口いっぱい幸せな味わいが楽しめます。北海道名産の鮭を使った隠し味、一晩かけて血抜きした良質な十勝鶏と豚足をふんだんに使用したスープ。私は塩ラーメンをいただきましたが、一番人気はやはり味噌でしたね。そして限定ラーメン、網走黒しじみ単色醤油ラーメン。このしじみはなかなか食べられませんよ。
東武百貨店船橋店第58回春の北海道物産展、麺匠赤松出店期間は3月20日まで、営業時間は各日午前10時から午後6時30分ラストオーダー、3月20日は午後5時ラストオーダーとなっています。概要欄に麺匠赤松公式サイト、そして東武百貨店船橋店公式サイトを掲載してあります。イベント開催期間、出店営業期間などご確認の上、お間違いのないようお出かけください。そしてもちろん札幌にお出向きの際は清田区美しが丘2条にあるお店へお越しください。本日は東武百貨店船橋店第58回春の北海道物産展出店、麺匠赤松和国酒出し塩ラーメンを紹介しました。田中えみりでした。